まあ、徳島しかないかな。革命を起こしてくれてると思います、ね、うん、福永俊吾、最速157キロを誇る剛腕ピッチャー。2015年から2年間在籍し、見事阪神タイガースからドラフト指名を勝ち取る。しかしタイガースでは一軍の壁を破ることはできず、昨年オフに戦力外に。今年からまたインディゴのユニフォームで再出発を図る福永に、今の率直な思いを聞いた。まず、まあ、絶対的に一軍で、まあ、決着できなかったっていうのが一番だと思うん でそこでなぜできなかったのかってなったところで、まあ、やっぱり自分の中ですごい不安だったり制球力っていうところがよぎってたんで、まあ、いらないことを思ってたんで、そうですね、まあ、自分の中ではまだもう少しできるんじゃないかなっていう思いもありながら、もうちょっと自分の可能性にかけてやってみたいって思ってたんで、はい、この1年がすごくいい時間になるんじゃないかなっていうのは思います。トラウトが終わった後に、まあ、NPB の話がなくて、でそこから海外挑戦のためにずっと動いてたんですけど、やっぱりコロナの状況で海外に行くことすらできない、テストを受けることすらできないっていう状況だったんで、で、まあ、それで球団の方から NPB 復帰のために、自分の意思があるなら、本人の意思があるならプレーしてもいいんじゃないかっていうことを受けたので、まあ、そこでもう一回徳島で頑張ろうと思って今入団しました。まあ、代理人さんとかもまずはユニフォーム着続けてプレーすることが、優先、まあ、そうなったらもう徳島しかないかなと思ったんで、はい、そうなったら徳島しかないっていう気持ちはあったの、はい、そうですね、多分、まあ、いろんな独立リーグ声かけられてたとしても、まあ、徳島しかないかなっていうのは。その理由とか、まあ、やっぱり2年間徳島でやってきて、でプロ行って、その経験とかも含めて徳島に、少しでも地域貢献だったりできるかなと思ったんで。そうですね、まあ、一番は福永自身が、野球で飯を食っていきたいと、今後チャレンジはし続けたいっていう話が大前提にあって、でチャレンジって何なのっていう話をしたら、まあ、どんな環境でも野球で飯食えるように頑張りますという話だったん で独立リーグにその戻ってくるという認識ではなくて、もう一度チャレンジしに来るという認識を持てるっていう話をしたら、いやもうそのつもりですっていう話だったんで、そしたら今の既存の選手たちと同じ土俵で同じ練習をして、で一緒の目標に向かって戦えるということが福永の志からも分かったんで、入っても大丈夫だなと思って迎え入れました。まあ、福永も持ってる知識だったり経験っていうのもやっぱり生きると思うし、でそこにやっぱ俺は NPB からの戻りという認識ではなくてチャレンジという認識であればマッチするんで、まあ、全然そこに関しては、うん、いい革命を起こしてくれてると思いますね、うん。注目の第1球ストレート空振り、サイが落としてきて空振り、148キロストレート、ちょっと泣きながら全然球が見えないって言ってたらしくて、はい、さあ打ち上げているショート波間が追う、追う、ナイスキャッチ、これで3アウト、ゲームセット。
強くはしっかり投げましたね。でも一回力入れたかなみたいなところで48、はい、バスコアちょっと力感触確かめた。そうですね、はい。でまあ、真っすぐもしっかり、まあ、両方いけた部分とスラットはしっかり勝負球で使えたんで、ベンチとしてはバッターと勝負してくれるからその辺の安心感やっぱあるんで、で、まあ、速度ももっと上がると思うし、速度上がってくれば変化球ももっとバッターもボールも振ってくれると思うから、まあ、今の段階でどんどんストライク放って、リズムよく投げてるから、まあ、その辺はやっぱり安心感はあるから、まあ、その姿はちょっとこうみんな見習ってほしいかなという感じがするかな。今日はどう思い出してどこに何をするんですか。最初は藤谷、阪神で一緒にやってた藤谷の弟がいるんですけど、まあ、お兄ちゃんの方から弟頼まってきたんで、まあ、最初2人で一緒にちょっと僕もサポート補助とかも必要なんで2人でこうやりながらやってたのがだんだん増えてきて、教えてください、どういうあれ意識でやってるんですかっていうのでちょっと増えてきたって感じですね。言われることに対して答えを言うんじゃなくて、聞かれたことに対してヒントを出しながら自分で答えを見つけてもらうような、やり取りにはしてます。やっぱり自分がこうした方がいいとかああした方がいいって言ってしまうと考えないんで、しっかり頭使って考えてそれを自分のものにしてほしいと思うんで、やっぱり考えることってすごい大事だと思うんで、日常から野球のことをそれを常に、考えれてたら多分もっといい選手増えると思うんで、だそういったところは自分でもできると思ったんで、できるだけ考えてもらうようにしてます。今までだったら自分がそっちの立場受け身で聞いたりそういう風な立場だったんで、逆にまた新しいことしながらすごい自分ももっと知識増えながらできてるんで、若いところで言ったらトミーズが一番僕の中では面白いかなと思います。どんなところが面白い。もうやっぱりブルペンでのボールってすごい、かなりいいボール投げてるんで、そのままマウンドで表現してもらいたいんですけど、まだそこのギャップがあるんで、本人がどこまで考えれて、まあ、ゲームブルペンとマウンドの差をなくして自分をマウンドで出せたらかなりすごい面白いピッチャーになるんじゃないかなっていうのは思いました。はい、はい、そうですね、もちろん続いていってまた新しい、四国リーグの、まあ、プロ NPBA の道っていうのが確立されればすごいまた活気あふれるリーグになると思うんで、そういったところも含めて頑張りたいと思います。まず変わったって思ってもらえないといけないと思うんで、すごいしっかり制球しながらも今まで以上に強いボール投げてるなっていうボールだったり、すごい投球の仕方が上手くなった、一辺倒じゃなくてすごくまっすぐと変化球の使い方が上手くなったねっていうところを目指していきたいかなって思います。ずっと、まあ、NPB 時代なんか応援してくれたファンの人たちもいっぱいいると思うので、はい、やっぱこう戻って NPB のまたその舞台で活躍する姿を見せたいっていうのは、そうですね、すごく思います。野球に向き合い挑み続ける福永、覚悟を決めた剛腕、望みは再び徳島で叶うことを信じている。